やっちゃうよ。大丈夫です。そうで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ゴレやっていきたいと思います。でゴレなんですけど、今ちょっとやっぱ帰ってきつつあって、でここはライドラの枠がね、ダクネになるか、まあライドラになるかって感じなんですけど、まあね、結構違いとしてはなんだろうな、まあ俺的な感想ですけど、やっぱライトニングが今めっちゃ減ってて、ライトニング入ってるデッキは今大体テンプレの中だったら2つぐらい、で1つはロイジャイですね。ロイジャイなんですけど、まあロイジャイの中でも、まあライトニングとファイボがあるんでね、まあその中ではちょっと、まあでもちょっとライトニングの方が多いかなって感じですね、ロイジャイでは。であとは、ラバルなんですけど、今テンプレラバルが流行ってて、普通のあのファイボ宝石のやつが流行ってるんですけど、それをねまた紹介したいと思います。なんですけど、そうですね、たまにラババルにライトニングとか入ってるんですけど、まあ、基本的にはファイボっすね。基本的にはファイボなんで、まあ、ライトニング言うてもロイジャイしかいないみたいな感じなんですけど、なんでロイジャイ以外のデッキには今ライトニングがほぼ入ってないですね。でなんでライドラがねちょっと今強くて、復活しつつあるんですよね、ライドラが。なんでまあライドラとあとね、まあ、陸のゴリ押しでいけるかなみたいな感じですね。ってことでいきましょう。よいしょ。そうっすね、とりあえずはどうしようかな。とりあえずは、おステファン・カリー、バスケのこのステファン・カリーって人、あれなんですよ、バスケの人なんですけど、俺めっちゃ好きなんですよね。めっちゃ好きってすげえにわかなんですけど、正直言っちゃうとね、にわかなんですけど、なんだろう、めっちゃこれなんか世界で一番そのスリーポイントがなんかすごい人みたいな、バスケってやっぱスリーポイントとかあるじゃないですか。そのなんかね、ちょっとにわか知識なんですけど、そうすげえ YouTube とかで見るんですよね。別にバスケ俺全然得意じゃなくて、むしろ下手くそなんですけど、で別に全然やらないんですけど、スポーツ的にもねやらないんですけど、めっちゃなんだろう、この人は見るっすね、普通に YouTube とかでも。あー美味しいな、これ普通に多分折れるんじゃないかなって思うんですけどね、普通に多分事前に入ってきてくれたんで、これゴースト無視でこういうブッパで行きたいですね。これであとエレキ U の3が5ぐらいしか、ユニットがいないんで多分折れるですね。そうですね、はい、オッケー。ああ、今の3が5でベビドラがずれて、今ベビドラの体が変わってね、美味しいですね。で、これで、あとは相手の手札に U の工場があるんで、はいはいはい。あと、ワンチャンこっちに U のとか、かな。それから同サイド。なんで、まあ、これは守れるですね。なんで、まあ、ここでね、タルバブとか出して完全防衛しても、あの次の U ので、あの陸撃がいなくて刺さっちゃうんで、あれですね、ここはゴレ、ケツゴレ。これは無視でいいですね。480なんで、でこっちに U の来たら、タルババでいけます。よいしょ。これは、左手で構えといて、はい。よいしょ。まあ、3が5だけね。後ろの3が5だけ。であとは、ポイズンしかないんで、これ、ライドラで削って、真ん中これでいいかな。真ん中これでいいかなって感じですね。正直。よいしょ。よいしょ。真ん中これどうだろう。これ多分3が5が来る。来ねえか。来ると思ったんだけどね。よいしょ。まあ、これ真ん中これでいいっすね。よいしょ。よいしょ。でもって、よいしょ。OK。これは真ん中言うのとか来そうなんでワンチャン。ランバーで押さえて GG ですね。よいしょ、 OK。 まあこんな感じですね。ちょっとやばい、適当にバスケのこと喋っちゃったけど、そうめっちゃ面白いんですよ、この人の YouTube じゃない、この人が出てる YouTube もね、めっちゃ面白いんですよね、本当に。よいしょ。一見ね、やっぱ俺バスケ素人なんで、素人目から見て結構なんだろう、フォーンって投げた感じのシュートとか打つんですけど、それでもね毎回めっちゃスリーポイントシュート入って、いやすげえなみたいな。体育とかではやるじゃないですか、高校の時とか、なんだろう、あれ、
なんだっけ、中学の時、高校とか中学の時の体育でバスケやって、あんなや入んねえよみたいな感じなんですけど、ほんと振り返りざまにヒュンって投げて入れたりするんで、やべえなって感じですね。あー逆いっちゃった、まあいいか、ちやべえ、これ、ま、待って、何も考えないでキツゴルしちゃったけど、あでも大丈夫だ、バレル切ったんで大丈夫ですね。やばい、これで、ギャング切ったんで、って書いて日本人だ。ロケットの可能性が高いんで、ちょっとね、ライドラ出しにくいですね。ベビドラにロケット打ってもらって、かな。よいしょ。これで、ギャングとか何かしら来ても、チュネで吸い込みますね。よいしょ。トルネってことは、よいしょ。これ多分ゴレばっかで死んでくれると思うんだけどな。よいしょ。死なないかな、ギリ残ったりするしたらだるい。いやだるいなこれ。ワンチャンギャングで、うーん危ない危ない危ない。これで受けれるカードが2周目ないとか、んないときってやな。そうだよな。じゃあ、あでもトルネインフィールじゃなくてトルネだからこれ守れない。えい、いいね。これはライドラでいいかな。はい、これそのまんまタルババでいけそう。よいしょ、ワンチャン守ってくるんで、これは、はいはいはい、これライドラ2発でしばけます。で吹き矢来たら吸い込んでいっちゃおうかな。 OK、 これケツゴレですね、間違いなく。で左は違う、右は、ポイズンで落ちちゃうん でここ攻めるのもったいないんで、いかないですね。まあ、これ言うて攻撃されてもみたいなのがあるんで、あの同サイドなんでね。あ、惜しい惜しい惜しい、めっちゃ惜しい、めっちゃホーリーで。これ多分呪文が5かロケットなんですけど、どっちかな。ちょっと後ろから出しますね。ロケットだったらだるいんで、これ守りながらいきます。でこのタルババも放置したら、よいしょ、これライドラチェインでワンパン、 OK、ファイブ切った。レイジ落ちる。よいしょ。これ3くらいいけそうですね。OK。ファイブなんでね。やっぱロケットだったら全部持ってかれちゃうけど、ファイブだったらちょっと防衛しにくいみたいなのがあるっすね。OK、OK、OK。グッドゲーム。よし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 。コカツとペッカ。ペッカ芝居でもでかいな、さっき。ペッカ芝居ってコカツ。まあ、ペッカ言うて、自分が一番得意なデッキなんで、まあちょっとね、相手の考えてることとか手札が読みやすいみたいなのがあるんですけど、まあコカツもね、結構いい感じに逃げ出すね。まあトルネ5なんで相性はいいかなと思うんですけど、みかんさんとかね、ほんとなんかそういうちょっと相性いいって思うやつにも勝っちゃったりするんでね、あの人はちょっと。まあ初手にゴレがあるんで待っちゃっていいですね。これ、後ろからメガゴ。ほんとは陸来たから言うの、ここにタルババでいいんじゃないのって思う人もいるかもしれないですけど、それだとね、ギリ。ぐさって入っちゃうんでね、ちゃんとここでタルババを出してあげるのが大事ですね。よいしょ、 OK。 でここはまだ工場切ってないんで、ユーノでも待って、ユーノなんだろう、待って、ユーノベビドラメガゴタルババなんだ、ユーノでしょ、ペッカなのかな、いやなんだろう、マジでわかんない。これ工場切ったんでケツゴレいけますね。両サイドちょうど段階いい感じにいって、多分どっちかにエリクサー咲くんで、ペッカめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。これ後ろメガゴでしばけますね。でもって、よいしょ、 OKOK、 いや美味しい。これペッカ切って2枚しか切ってないんで、もうケツゴレいっちゃいます。で工場が、あこれで工場もあったっすね。なんですけど、次の工場をケツゴレして、これ工場来ためんどくせえ、 OK。 で工場してあと1枚切って、違う、工場切ったらあとペッカか。で多分工場が来るんで、ランバーかな。でも言うてもランバーだったら、あーなるほど、裏から押さえるか。裏から押さえて、ランバーこっち行くんですけど、結構大ダメージは食らうんですけど、まあまあまあ言うてっすね。OKOK。めっちゃエリ使ったから、多分、これ、ちょっとだるいはず。いや、言うてライドラなー。これ、ペッカ多分7エリでズドンって出してくるんですよ、ここに。お、出してこない。
オーケー、ライドラのチェーンがめっちゃ強い今の。いいっすね、やっぱトルネライドラがいい味出してますね本当に。この辺にエレキ出てきそう。はい、これもうランバー追加でサンクラ降りに行きます。こっちにね、何かしら、こっちベビドラ出して、ここに工場切ったんで、こっちおるのがユーノしかいないんですよ。なんで、これで、ちゃんとタルバブ打ってあげて、このね、500残りがマジでだるいんですよね。呪文だけじゃ絶対落ちないんで、工場プラスの、工場だけだとやっぱ何かしらに守られちゃうんで、工場プラスの何かでやっていかなきゃいけないんですよね。そう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 。あと15秒ってことは多分守れるな、これ。多分前に工場がついてくると思うんですけど、いいっすね。真ん中ゴールしちゃおう。よいしょー。いい。ペッカ2回縛いたな、でかい。よし、GG。いいですね。ってことで、まあね、1分切るまでは、なんだろう。結構、ペッカがやっぱ相性悪いと思われがちなんですけど、なんだろう、工場切った後だったら、言うのだけだったらね、タルババで防衛できるんで、まあ、あとは工場切ってもちょっとアド取ってたら出しちゃっていいですね。相手が手札に工場持っててもペッカが回ってない、または3ぐらいのアドを取ってたら、バンってやって工場出てきても、後出しメガゴとか後出しタルババでとかね、さっきみたいに後出しランバーで後ろなんかついてきたら後衛から潰すように、工場ガゴだったら後ろにベビドラで後ろから潰してあげれば、大ダメージはたまに食らうんですけど絶対に折れることはないんですよ、後ろだけを潰せばね。なんで、さっきみたいに工場エレキとかだったらエレキから潰して、ガゴとかだったら、まあ、そのベビドラでガゴから潰してから割れた後の工場をね、まあ、ベビドラでしばいて、そこでまだまたねアドを取って、まあ、ゴレぶち込むみたいな感じですね。ということで、まあそんな感じですね。まあ相性悪いね、ほんと工場系は、まあ、守んないとね、やっぱ 1-0 で勝つっていうのも割と大事なんで、 2-1 とかね、まあさっきみたいに枯渇はもういけんなっつったら3くらいいっちゃっていいんですけど、まあ、基本的にはやっぱ 1-0 で勝ちたいっていうのはまあ基本にあるんで、ね、まあそんな感じですね。ということで、まあ今日はこのゴリやっていったんですけどね、ぜひ興味ある人は使ってみてくださいということで、今日はこの辺で終わります。それではまた、あ違う、どういうことどういうこと、それでは終わります。お疲れ様でした。